はい、皆さんこんにちは。今回何に関して言及させていただきたいかというと、今話題となっていることということで、ヘズマリュウ、これに関してはね、ヘズマリュウ氏に関して、彼に関しては今まで3回メントスフォーラムに出たら4回かな、言及させていただきました。で、今回新しく情報が入ってきたということで、言及させていただきたいんだけど、いわゆるこのヘズマリュウ、迷惑系の YouTuber、まあ YouTube やってる人からするとね、まあ彼を YouTuber と名乗らせるのはおかしいっていうふうに言って、その通りかなと思うんだけど、その彼がね、新型コロナに感染していた、その中でいろんな人々が接触して感染源となっていたという疑いがあるということで、これに関して言及させていただきたいと思います。アベマタイムスが出している記事ということで、出させていただきたいんだけど、なんてことをしてくれるんだと山口県知事、 YouTuber 名指しの異例のコロナ警戒呼びかけということで、山口県の村岡知事は17日、新たに判明した新型コロナ陽性者の3人のうち2人の感染ルートについて次のように説明したということです。この2名については行動歴を調査した結果、 YouTuber の方でユーザー名ヘズマリュウ氏を介しての、感染が、疑われるということで、ヘズマリュウ氏は7月15日に、愛知県岡崎市の保健所で陽性が判明したということです。村岡知事が名前を挙げたヘズマリュウ氏はスーパーで、会計前の、身の魚の切り身を、食べ、窃盗の疑いで逮捕された男だということです。実は逮捕後にね、ネット上で、話題になっていたのはこのヘズマリュウ氏の、新型コロナ感染疑惑だったということです。愛知県の岡崎市は15日、20代の、男性の感染について発表ということで、男性は6月29日から今月11日まで、東京、千葉、静岡、山口県に滞在していたという、この行動力がヘズマリュウ氏自身が SNS 上でね、発信していた行動と当てはまる分があったため、岡崎市で感染が判明した男性はヘズマリュウ氏ではないかと推測が5名で高まったということです。報道等によるとね、山口に来る前に東京で高熱を出していたという情報があるということですね。事実はわからないが、もし熱が出ていたとすると、自分の行動からしても新型コロナに感染している可能性について認識があったのではないか。だとすれば、山口県に限らず各地に行って人を集めたりね、一方的に接触することはとても信じられないし、言ってなんてことをしてくれるなと思いという、新たなクラッシュ作業になり得る、ね、行動に対し怒りをあらわにした村岡知事ということです。個人を特定できる形でね、情報を公開し注意を呼びかける方という極めて異例の判断には、早い段階で、感染拡大を食い止めなければならないという知事の強い思いがあったということです。この場所で特に感染のリスクが、本人が人を集め一方的に接触をしている可能性があるので、心当たりのある方はぜひ保健所等に相談していただきたい。改めてね、県民の皆様のお願いだが、東京関西圏中心に全国的に感染が広がっている、感染拡大している地域の行動を予定されている方には移動先の地域が提供している情報も確認して、3密を避ける、感染、対策を取られていない場所の利用は避けるなど慎重に、行動していただきたい。日頃からマスクを着用するなど、しっかりとした感染予防対策に努めてほしいというふうに、記事がされています。このキャラシです。だから、まあ、行動歴から見てね、まあ、アベマタイムス、まあ、ほぼ彼で間違いないと言っています。その中で、ヘズマリュウ、今、自分が知ったのはね、前のチャンネルで、前の動画でも説明させていただいたんですけど、彼が、まあ、いわゆる兵庫県神戸ね、兵庫県が、まあ、休業要請出しているにかかわらず営業していたパチンコ屋に対して、まあね、それに対して抗議をしていた。まあ、普通に抗議するならいいんだけどね、あれのやり方がちょっとあまりにも異常すぎたって思ったんで、確かに営業ね、休業要請無視してやってるのはおかしな話だしね、そこは抗議するのはいいと思うんだけど、なんていうかな、その言葉の使い方、いわゆるその客に対してもそういう言葉を使っちゃダメでしょっていうのを思ったんだけど、まあその中でね、やって、山口県から来ましたヘズマリュウです、メントスコーラお願いしますって感じで言ってたじゃないですか。で、そこからいろんなところに転々としていたの皆さん分かったと思うんですね。よく彼を見ていた方はね、自分をちらほら見ていたんで分かってたんだけど、で、東京都知事選になってね、 N 国の立花さんのとこね、立花党首のとこ行って隣でね、乗って話してたじゃないですか。あれってマイクでね、ここで話してて、お使い回しすればもちろんそれはね、映る可能性が十分高いわけであって、そこら辺もね、あったわけです。だから彼を見ていてね、緊急事態宣言の中いろんなところ越境してやってたし、まあ自粛した体制が解けてからもものすごかったですよね。で、その中でものすごい密でね、もう唾を大きな声で喋って唾を飛ばして、で、
まあね、迷惑をかけていた、いわゆる迷惑系の YouTuber、まあ、YouTube やってる人からすると YouTuber、迷惑系の、ね、で YouTuber なんて名前さんがおかしいと言ってその通りかなと思うんだけど、まあ、自分自身はね、まあ、YouTube 開始したのがバンコク駐在していた時だから、その時以降、まあ、10年2ヶ月やってます、顔出しして。だから顔出ししてアップするいわゆる YouTube 上げてる人々のには、まあ、お三のみですね、うん。自分はもちろん YouTube 専業でやってるけど、メディアからも仕事を受けてるので、その中で、兼業という形でやってるんだけどね、うん。だからその中でジャーナリストライター兼業 YouTuber という形なんだけど、その中でね、なんていうかな、まあ、いわゆるこの10年2ヶ月でやってきて、当初はそうでもないんだけど、ここ4、5年かな、ジョブログなんかもそうだし、あとは他にもいろんなね、いるじゃないですか、ツン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 やってね、あのセブンイレブンのやつかな、コンビニのやつでやったりとか、あとは他にもなんかグラニュー糖を警察前に落として覚醒剤に見立てて偽計業務妨害で逮捕されたってやからいたじゃないですか、富山かどっかにね。そういう程度の低いやから、そしてここ最近ではね、ここ最近また増えてるんですよ、1、2年、いや、この新型コロナぐらいからまた増えていて、その中で、まあ、例えば岡江久美子の息子です、志村けんの息子です、嘘ついて、炎上させてね、でそれで再生回数を稼いでいくというやからもいたわけです。そういった腐ったやからもいて、まあ、そういったものに関しては個人を侮辱するもの、遺族を侮辱するものになって、まあ、亡くなってますから、個人はね、遺族が本気になれば訴えることができるんですね、刑事にしても民事にしてもね。その中でそういったものに、やからに関してはしっかりと罰していくのが重要じゃないのかなって感じだし、 YouTube 側もね、まあ、もちろんヘズマリュウはね、動画がね削除されてますけど、チャンネル削除されましたよね。だからそういう感じで炎上系のやつ結構いるんだよね、岡井久美子、志村けんの息子ですなんて言ったりとか、首里城燃えて嬉しいですみたいな、ああいうやからたちはしっかりとやっぱり罰していくべきだと思うんですね、というのはやっぱり思うところです。だからね、真面目にやってる YouTuber、 自分なんか真面目ですから、真面目なね、いわゆる YouTuber 上げてる YouTuber になる人々がね、やっぱり迷惑なんですよね、ああいう人々を見てしまうと程度が低いじゃないですか。その中でいわゆる YouTuber 上げてるね、まあ、YouTuber と言われるのはあんま好きじゃないんだよね、うん、まあ、一応 YouTuber の一つ、兼業でやってるから YouTuber の一人でもあるんだけど、なんていうかな、なんで呼ばれたくないかっていうと、そういう程度の低い人間が多すぎるので、なのでね、やっぱそう思うんですね、うん。だから YouTube 開始してから10年2ヶ月、まあ、いろんなチャンネル持ってますけど、全部の総再生回数は4000万回以上いってます。その中で子さんの身で思うのはね、まあ、最近本当に YouTube 界もあ、ね、変なやつが多いなっていうのがね、実感できるところです。ここ最近で、ね、なんていうかな、ああいう形の本当に自己中心的な、ね、人間が増えてるなって感じがします。自己中心的なね、ああいうのは、まあ、いわゆる、まあ、戦後の、いわゆる欧米が進んで、自由主義が進んでね、もう自由主義の申し子みたいな感じなんだよね。で、本来のね、日本人っていうのはそうじゃないんですよね。まあ、自分も自由主義の中で生きてる人間で、いろいろとね、いや、ね、楽しまさせていただいてますけど、ただ、やはり自分の中に流れるこの日本人の精神というのがあって、人に迷惑をかけない、ね、人のこともしっかり考える、ね、そういったところが必要だし、自分のことだけ考えるなんてことはしない、利己的な感じで、自己主義じゃない、ね、他者のことも考えるってことを本来の日本人は持ってるんだけど、ここ最近そういった戦後の日本人の中にそうじゃない日本人も増えてきてるのが実情じゃないのかなって感じはします。そういうところが危機感を示していてね、だからああいう、人々がいてね、ああいう輩がいて、その中でやっぱり教育、親が教えられないのであれば、まあ、学校が教えるしかないんだよね。そうするとやっぱり学校教育もね、まあ、何かじゃあしっかり教えようとしたら親が出てきて文句言ってね、なんとかあるわけだけど、やっぱりそういったところもしっかりとやっぱり教育問題も考えていかなければならないのかなって感じはします。とにかく、このような形あってはならないと思います。いろんなところ移動してね、これはもちろんこの彼だけじゃなくていろんな YouTube 上げてる人々の中にいますよ。例えばね、都内にいる YouTuber になる何人か見たんだけど、例えばどっかの地方の温泉地に行ったりとかしたりとか、そこからじゃあなんか岩手に疎開しようぜみたいな、ゼロ人だからっつって、いや、感染者多いところの人からすれば感染者少ないところの人はね、地域はいいかもしれないんだけど、逆に地元の人からすると非常に迷惑なんだよね。そこら辺が分からないっていうか、自分のことしか考えないその頭、それはやっぱりダメだと思うんですね。
そういったところやっぱりしっかりとね考えていっていただきたいからって感じはします。まあ他にもね、オフ会を東京都内に住んでるのがいきなりどっか地方に行ってオフ会を開催してこの間やってましたなんか飲み会やったりとかわーってやったらオフ会やったりとかね、あれもダメなんですね。そこら辺もしっかりとやらないといけないということで、ちょっとやっぱり YouTube 上げてるし再生回数稼いだりとかこれを稼ぐとかね登録者増やすためにいろいろとやってる人々を見るとね痛々しいなっていうのは正直感じるところではあります。うん、真面目な自分ですからね、その中でねやっぱ感じるところです。ということで今回ね、まあ、気になる問題ということで、言及させていただきました。彼はこの後どうなるのかなっていうね、また出てきたらかなり貧縮顔でしょうね。うん、だからこの YouTube 界においても、ね、やっぱ大変なんですよね。いろんな意味でやっぱり行動っていうのはやっぱりあるわけだってね、しっかりしてもらいたいなって感じはします。